制限価格を設けることができる。区再度入札予定価格の制限の範囲内で有効な落札者がいないときは再度入札を行うことができる。19物品物品の種類、所有動産、借用動産、使用のため保管、占有動産、法律などに基づき保管。い物品の年度区分、その水筒を執行した日の属する年度による。物品の分類、物品にかかる経費の目的に従い歳出予算の間別に分類する。え物品の区分、備品、消耗品、材料品、動物不要品、借用動産に区分し品分けに整理される。お物品管理組織、1物品管理者、局の課及び